はいどうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。新アナゴのアナコです。本日は金曜日チャレンジアナちゃんの時間。今日はチャレンジアナちゃん定番の企画ですね。心理テストです。こちら二見レインボー文庫から出ております面白いほど自分がわかる心理テスト。この本の中からこれはなかなか面白いのではというものを選んでいただきまして、私とそして皆さんとでチャレンジしていきましょうという、コーナーでございます。さあそれでは早速行ってみましょう。今日の心理テストどのようなものでしょうか。カゴの中の動物に自分を例えるとしたら、あなた自身を自由を奪われた動物に例えるならどの動物に一番近いと思いますか。はA. 檻に入れられた虎、B. カゴの中の小鳥、C. 鎖につながれた犬、D. カゴの中のハムスター、 E. 水槽の中のカメ。なるほどね。なるほどね。君は生けすに入れられたアナゴか。そうですね、虎ではない気がするね。あと私ハムスターって飼ったことないからあんまりイメージがわかんない。カメもちょっとイメージがわかんない。でもカメじゃなさそうな気はする。でハムスターはちょっと本当にわからないからパスで、小鳥か犬かどっちかだな。私は鳥、犬、あの時々トイプードルには似てるって言われますけどね。見た目がね。どうしようかな。まあ割と自由人だから鳥かな。で飛べないみたいな。犬、犬、鎖につながりが、まあそれもどっちかな。いや早くしろってね。すいません。はい、ちょっとなんか定番で面白くないけどね、カゴの中の鳥ってね。でもどれにしてみようかな。じゃあ私は B にします。 B の小鳥。はい、皆さん決まりました。さあじゃあそれぞれの答えを聞く前に、そもそも今回のテストは何が分かるテストなんでしょうか。自由を奪われた動物はあなたが抱える心のモヤモヤを表しています。私たちの内面にはうまく処理しないとストレスの原因になる心のモヤモヤがあります。自由を奪われた動物はあなたのその心のモヤモヤを表しているんです。なるほどね、モヤモヤをね。はい、じゃあ聞いてみましょう。それでは A を選んだあなた、トラですね。はい、刺激のない生活がストレスに。凶暴なトラを選んだ人は自分のエネルギーを持て余し気味。刺激のない生活に物足りなさを感じているのでは。全力投球できる仕事や活動が必要かも。なるほど、刺激を求めてね。なるほどね。じゃあ B ですね。 B は鳥、小鳥。はい、B を選んだ私、そしてあなた。激しい感情を持て余し気味。自由気ままな小鳥を選んだ人は、はい、自分の気分や感情を持て余し気味。ほう、内面には激しい感情を抱えながらそれをどこにぶつけたらいいのかわからないのでは。演劇や創作活動など何か自己表現の手段が必要かも。いや、やってるからね。ちょっと待って、やってるよね私ね、自己表現ね。そういうことは自己表現が足りてないということか。つまりもっと仕事をしろと。そういうことだ。もっと仕事頑張りなさいということだね、これ多分ね。はい、頑張ります。はい、それでは
C、私が迷ったやつだね。犬ですね。はい。C を選んだあなた。やるべきこと優先の自分にイライラ。あ、忠実な動物である犬を選んだ人は、自分の欲求を持て余し気味、常に自分がしたいことよりもしなければならないことを優先しているのでは。あ、時にはハメを外して人生を楽しむことが必要かも。ほら、これ迷ったじゃん私ね。人生をハメを外して楽しむことが必要なんだよ私。違う。やっぱり仕事が足りてない。そうか、なるほどね。確かにね、それはストレス溜まるかもしれない。じゃあ私がイメージつかなかったハムスターですね。ハムスター D を選んだあなた。いつも不安を感じている状態にイライラ。カゴの中の回し車でぐるぐる遊ぶハムスターを選んだ人は、自分の不安を持て余し気味。何か頼れるものがあり、それに守られていれば安心できるので、心の支えになるものや忠実な仲間が必要かも。なるほど、忠実な仲間ね。不安、心配なんだね、はい。じゃあ最後ですね、E、亀。亀を選んだあなた。怠け癖のある自分に嫌気。亀を選んだ人は、自分の怠け心を持て余し気味。何をするのも面倒で先延ばしにし、そんな自分に嫌気が。目標設定や行動が必要かも。なるほどね。ということで皆さんの結果はいかがでございましたでしょうか。よかったらコメント欄に書いて教えてくださいね。そして面白かったらいいねボタンもよろしく、そしてチャンネル登録もよろしく。あーなちゃんでした。バイバイ。